五表記とは、約一万年前から現代までの時代を指す。一般に、ビュルム表記と言われる表記の跡であり、しばしば関心よと同義で使われる。人類が勢力を広げ、全地球的に居住地を広げるとともに、文明の発達により、地球環境を大きく変化させた時期である。この名称からは、氷河時代が終わったような印象を受けるが、多くの研究者の間の意見は、 数万年以内に次の表記が到来し、従って、5表記は、実際には、魔表記である、という点で一致している。リスビルム表記では、地球全体の気温が緩慢に低下して、低温の頂点に達した後、急激に消温して、魔表記に入るという経過をとっている。ビルム表記についても、およそ11万年前頃から少しずつ気温が、低下し始め、多少の変動を示しつつも、 全体としては低下し続け、2万年から1万8000年前に低温のピークを示した後、急速に上昇。1万3000年ほど前にシンドリアスキという千年程度の間の戻りを経た後、1万年ほど前には、ほぼ現在の水準に達し、5氷期に入った。氷期には、海水の一部が氷床となって陸地に固定される、ため台規模な 東南アジアのスンダレッ島からインドシナ半島にかけての海域はスンダランドと呼ばれる陸地となりベイリング海峡も地峡となって北アメリカとシベリアを接続させた。五氷期の気温変化ビュルム氷期に伴う低温は五氷期到来と共に終わったが安定したわけではなく小さな振幅で変動を繰り返している。今から6000年ほど前にはシンドリアスキ以降の気温の上昇が ピークに達し、補表期を通じて、最も温暖な時期になった。これを、ヒップシサーマル期と呼び、日本では、気候最適期と言われることもあるが、気温が上がれば、人類や、動植物の居住、生育に不適となる地域も出るわけで、単に、高温期と呼ばれる場合も多い。その後も2000年くらいの周期で、気温は上下しており、13世紀から19世紀前半、頃までは、 小氷期と言われる低温の時期が続き、19世紀後半以降は温暖化しつつある。このような変動が起こる原因については、太陽の活動、地球上の火山活動、大気中の二酸化炭素量など、いくつか考えられているが、決定的な説はない。現在寄付されている地球温暖化についても、人間活動による二酸化炭素排出が有力視されているものの、一部には、 否定説もあり、意見の一致を見ていない。おそらく、いくつかの原因が複合的に影響しているものと考えるのが妥当であろう。大陸や島嶼部の分布は現在とほとんど変わらない。表記の終了により、1万6千年ほど前から海新が顕著になり、表記に陸化していた大陸方部分は海面下に没した。北た。 大西洋では水温の高い海水が高位止めで北上して大気中に熱を供給するようになったのでヨーロッパは氷期やシンドリアス期から一転して温暖な気候に変わった。五氷期には海岸近くの旋海に河川が運んできた土砂が堆積して各地で広大な中石平野が形成された。関心与の急所である中石与はそのような事情をよく表している。 中世平野は平坦で肥沃であるため、人類の居住や農業に適しており、日本でも歴史時代を通じて多くの人口が集中し、経済、文化活動の中心となった。特筆すべきは多くの生物の絶滅である。特にビュルム表記の終末期から5表記初期にかけてアメリカを中心に大型動物の絶滅が目立つ。マンモスメガテリウムなどが一例である。 これについては、表記の急速な割に伴う気候の激変に原因を求める説と同じ頃勢力を拡大した人類による狩猟が原因であるとする説があり、やはり定説はない。しかし、補表記を通じて人類の活動によって広範囲に動物症、植物症が破壊されてきたのは疑う余地はない。農耕の開始から文明の発展に伴い、 広い土地が切り開かれて荒廃した。例えば、地中海沿岸から西アジアにかけては、かつては豊かな森林に恵まれた土地であったが、高地の拡張が行われ、また大量の燃料や建築材料の需要によって森林は大規模に伐採され、植林等の回復措置は一切取られなかったため、裸になった土地は雨にわれて、栄養分に富んだ表土は流出。 現在見るような荒地と化している。草原も高地となって考えが行われたが、その結果、地中の塩分が上昇して、不毛の地となった。そうした植物症の破壊によって、動物も影響を受け、居住地や食物を失って絶滅した種が多い。また、無軌道な種量や、牧畜被害防止のための駆除による絶滅もあり、また、 人間の世界各地への移住によって家畜などの動物が違う土地に持ち込まれ、その地の生態系を破壊した例も埋挙にいとまがない。ありがとうございます。